ちは。こんにちは、豊さん。速報です。速報です。まさに、巨人の田中俊太選手が DeNA 人的補償で電撃移籍しました。まあ、スポーツ報知が、伝えてるんですけれども、これはプロテクトはちょっと待ってください。外れてたんだな。多分取らないと思ったんじゃないの。あの DeNA 巨人が取っていかないだろうと巨人側が思ってたってことですね。と思うけどね。ちょっとあのスポーツ報知によりますとですね、まあ、この巨人入りした梶谷外野手の人的補償として、もう巨人の田中俊太選手が DeNA に移籍することが18日分かった。 DeNA 側から連絡が入り、この日のうちに正式発表と、今日ですね、正式発表となる見込みということで、なんでも、打てる内野手が補強のポイントの一つということにも、スポーツ報知は挙げてるんですけれども、豊さん、打てるか打てないかっていうとさ、そんなに打つ実績はないよね、ただ今年の終盤からちょっとバッティングを掴んだのかどうかわからないけど、非常に調子のいい時期があったんだよ、だからそれを評価したんだろうね。それと DeNA 側は大和がやっぱちょっとバッティングに難があり、柴田もそんなに打てないよね、でパンチ力もない、で倉本が出てきてるけど安定性がない、でやっぱこう補強ポイントとすればやっぱセンターラインだったと思うんだよ、で、田中俊太だったら、両方できるかなという、そういう計算もあったんじゃない。で、俺ね、巨人の方は、取らないっていうふうに思ったと思うよ。田中俊太選手を取りに来ないだろう。だからそこら辺はやっぱこう絶対に駆け引きをしてるはずだから。そっか。俺はおそらくピッチャーでも行くって思ったと思うよ。ピッチャーを取りに来るだろうと。来るだろうと。実は、今これ速報的にも入ってきたんですけど、この本当に直前数分前まで豊さんの考える28人のプロテクト選手を出してくださいよって言ってた矢先だったんですけど、田中俊太選手は実は豊さんプロテクトしてるんですよね。してる。だって、行かれたら困るもん。やっぱりそういう選手なんですね。やっぱりね、そこそこ動けるし、足もそんなに遅くないしね、だけど盗塁でかき回すというようなそういうタイプではないけど、割とこう足早いしね、ですよね、だからそういう意味では、俺は取られたくない選手だったんだよ。いや、ジャイアンツから敵をとして見た時にね、やっぱりセンターラインを守れる野手ってさ、貴重なんだよ。そうですよね。で、DeNA はそこら辺で打てる選手っていうのが若干他から比べると、外野とか一塁三塁から比べると若干弱い部分だったんだよね、だからその補強ポイントとすれば、やっぱ田中俊太くれるんだったらいいよなっていうような感じになるわけDeNA の方はね。そうですよね。ということは、じゃあ田中俊太選手はプロテクトはもう完全に、外されてた、漏れてたっていうことはもう確定なんですけれども、ということは、例えばで動画でも回しましたけれども、重信選手とか増田選手とか立岡選手あたりはどうしてたんでしょうね。いや、多分プロテクトしてんじゃない。してて田中俊太選手を外してたって。いや、だから彼らは特別な足があるから。やっぱ原監督っていうのは、足を使った攻撃っていうのは好きだしね、でも逆に DeNA に行かれた時に厄介な存在になると思ったんだよ。そうですね。逆に足でかき回されるってことになっちゃいますもんね。だから平均的に言えば、田中俊太の方が、そんなに怖い選手にはならないだろうとことだったのか、だから、これ考えてみると、小林とかは、おそらくプロテクトされてたね。もう、そうですね。されてなかったら多分 DeNA は小林行ってるよ。行ってるかもしれないです、絶対行ってる。キャッチャーはやっぱ貴重だから。そうか。ゆてかさんはちなみに今ね、28人に予想してたんですけど、小林選手はプロテクトは外れする。やっぱしてたのか。やっぱキャッチャーはする。キャッチャーは、みんなキャッチャーしてますね、だって頭脳を DeNA に渡すみたいなもんだから。ダメですね。
だからキャッチャーはプロテクトしたいよね、できる限り。そっか、うん、豊さん先ほど投手を巨人は DeNA 側が持っていくんじゃないかっていう、いや持っていくようにさせるんじゃないかっていう、あ野手をプロテクトして、そっか、うん、ピッチャーの、まあ、実績と、はい、若手の有望株はプロテクトして、まあまあ若干ね、まあ出しても相手にしたら怖くないかなっていうピッチャーをプロテクトから外して取らすようにするんじゃないかなっていうような気はしてたんだけど、豊さんの予想では戸郷投手とか、まあ、菅野投手だったりとか、まあね、あのレギュラーどころはちゃんとプロテクトしてるんですけども、大竹選手だったりあと櫻井投手あたりはプロテクト外してる予想に、うん、俺はねしてました、うんね、これは、まあ、大竹は年齢的なこともあるよね、はい、で櫻井はやっぱ安定性に欠けるという、うんうん、例えば相手巨人打線をに櫻井が対戦した時には抑えられるイメージというよりも打てるイメージの方があるから、はい、いや取っていっていいよっていうような、うん、っていうだったんですが、だったんですが田中俊太はね東海大相模なんだよね。あれじゃあ原監督東海大の後輩なんだよ。これどういいんですか。いやまあそれはもう勝負事だし、はい、チームだから、はい、そんなこと言ってらんないんだけどさ、うん、だけど田中俊太とすれば、はい、ちょっとショックだもんね。どういう気持ちだと思います。ここで自分が外されてたってことを知るわけですか。そうだよね。ガーン、やっぱ選手一人も知らないよ、誰をプロテクトしたかっていう。監督は外されたかっていう、監督とコーチだけが知ってるだけですか。コーチも、まあコーチもヘッドコーチクラスだよね、元木まで。あ、じゃあもうほんと数人なんですね、首脳陣の。それと、あと編成。あ、あと編成、あー。で、まあ球団社長か、はい、代表か、が知ってるぐらい、はい、これは原監督としては田中俊太選手を持っていかれたっていうのは、まあ外してるわけだから、そう若干の想定内にもなるんですか。まあ想定内にしとかないとさ、はい、なんか自分が敗北感あるよね。いや田中俊太をここに外してても持っていかないって思うとさ、うん、でも逆に取られたって言ったら敗北感感じるじゃない、はい、だから読み合いだからさ。そうですね、うん、だからそういう意味では覚悟はできてると思う、うん、覚悟は できててもやっぱ後輩だしさ、はい、会えたって思ってるかもわかんないよね。これチームの戦力的には田中俊太選手がいなくなるっていうのはまあまあ、いや、ありますか。どうで、それとも、まあでも吉川が今年1年でまた成長し、はい、まあ若林っていうのも成長し、うん、っていうことだから穴は埋められるっていうふうに、うん、まあ、考えてると思うよ。ただジャイアンツからすると、はい、まあ阪神に山本を出したじゃない、はい、慶応出身の、はい、で、あの田中を引き抜かれたわけでしょ、うん、そうなってくるとセンターライン守れる人が2人抜けるっていうのは非常に大きなことだよね、チームとしすればね、はい、だから、まあ、横浜にとっては田中が打ってくれたらもう本当に儲けもんだよね。ですよね。え、じゃあ何番で使おうって。いやー、まだレギュラー争いはしてくると思うけど、固定ではもうないです。それはやっぱり柴田だって今年成長してるしさ、はい、大和の守備っていうのは外せないし、はい、まあ打てるとすれば倉本、はい、だから倉本と田中の勝負になるかもね。あ、じゃあもうレギュラー固定じゃなくてそこは競わせてっていうところになってくるんですね、うん、だから両方やらされると思う、ショートも。あ、まあショートができるかどうかは分からないけど、はい、でも兄貴はショートやってるしね。そうですね、広島に。あ、だから、はい、まあ、そこら辺では横浜は大和、倉本、柴田、田中、はい、まあ、ここら辺の4人はこうなんか固まるかなっていうような気はするけど、で誰が出ていく、調子のいいやつが出ていく、うんうんうん、でも田中俊太のやっぱ今年の後半のさ、はい、まあ、ファームに落ちてて新之助と一緒にやってね、うん、で1回上がってきた時には見事なバッティングしてたからね。そうですよね、うん、だからあれが続いてくれるっていうことを考えると、はい、横浜はレギュラーで使えるよね。使っていくと思う。そうですよね。これ横浜のまあ戦力の底上げというか、うん、なっていく。でジャイアンツから出た選手たちって、はい、結構のびのびやってるから、まあ、太田大使とかもそうです。あ、そうです。ハム
見てよかったっていうね。そう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 、はいはい、だからまあそこら辺で、まあ、同じリーグで出たっていうね、うん、まあ、巨人とのやりにくさ、はい、まあ、そういうのはあるかもわからないけども、うん、まあ、出された悔しさ、そうですよね、あ、うん、で長野だって出されて、まあ、出された初年度はそんなに良くはなかったけど、うん、でもチームに馴染んで、はい、今年は給料アップだからね、だから田中俊太選手も、いや、田中にとってはものすごいチャンスだよ、レギュラーをつかめて一歩上に行けるっていう、そうだね、そうですもんね。でもファンの方は田中俊太選手外してない方がほとんどだったんですよ、プロテクト。まあそうだよな、はい、まさかも、いやだから巨人の読みの方も、うん、DeNA はピッチャーを持っていくだろうっていう想定だったと思う。やっぱ今永も肩の手術してるし、はい、で、東も、ね、はい、手術してるでしょ、うん、でそうなってくると、うん、やっぱピッチャーが欲しいんじゃないかと思って、うん、ピッチャーをこうちらつかせてたと思う。読み合いですね、読み合いなんだ完全に。でも野手を持っていかれたと、うわそうか、でセンターラインを持っていかれたと、そうです、これはね、じゃあ、まあ、カジタリーはね、FA だから出ていって、はい、まあ、損得感情はないよね、はい、だけど、取れた選手とすれば、うん、やっぱ田中俊太、やっぱ DeNA がいい選手取ったと思う、うん、あ、豊川さん的に見て、うん、DeNA はいい選手取ったな、本当はね、うん、増田とか、重信の足が欲しかったんだけどさ、これじゃあ、もしかしたらプロテクトね、とかしてたかもわかんないよね、でも、センターラインを守れる野手を取れたっていうことは、うん、もうあれですよ、大きい大きい、これはじゃあ DeNA にとっては100点満点中何点の人的補助で取れた選手になりますか。まあ、75点、お、まあまあいい、いい、だあとはやっぱ後半のあのバッティングが継続できているかどうか、はい、そうですね、もうそしたら100点だよ、だからそこはあとも実践でどうなるかのみですよね、うん、田中俊太が俺の後輩になりました、あ、そうです、ね、頑張ってください、はい、そこをお伝えしました。